たの？会社遅刻するわよ。あ、もうこんな時間か。ちょっと調子悪いから会社休めないかな。夫は最近無気力で会社を休みたいと思っています。何子供みたいなこと言ってんの。ローンも学費もあって大変なんだから。さあ行ってらっしゃい。さあ早く。うん、行ってらっしゃいよ。どうしたのね。なんで分かってくれないのかな。患者さんは更年期の不快な症状と夫婦のすれ違いによるストレスを何とか緩和したいということです。という本日のカルテなんですが、まずは実際に今出ている症状どんなふうに緩和すべきか、また薬などの治療の可能性についてこれから伺っていこうと思いますが、まあ妻と夫と両方ありました。まず天野さんに、妻の方はこれはどうしたらいいんでしょうね。まずまずやはりお話をよく聞いて差し上げます、はい、それで、まあ、旦那様との関係なんかもきちんとお聞きして、はい、で私なら私なりのアドバイスをするのが、まあ、一番大切かなというふうに思います、はい、で、まあ、関節痛とかやはりこの気持ちの落ち込みを少し持ち上げてあげるのに一番いいのはやはりホルモン補充療法かなというふうに思います、はい、ただ日本の女性はなかなかホルモン補充療法を抵抗があるという方もです、抵抗がある方いらっしゃいますので、はい、そういう方たちには、はい、漢方を含めた東洋医学、はい、針とか灸も含めて、ご案内することもあります。そうですか、はい、まあ、これは体の方ですけれども、鴨さん心の方の対処法としてはこれどうしたらいいでしょうか。そうですね、まあ、お薬の治療としてはやはり落ち込みがかなり強いようですし、イライラ不安も強かったですよね、はい、ということでやはり、はい、まあ抗うつ薬とかですね、あるいは抗不安薬というのは選択肢に上がってくると思います、はい、だからやはり非常に重要なのはこの心理療法というか精神療法カウンセリングといった分野でして、うん、まあ、この場合にはですね、まあ、女性のこうライフサイクルとかライフスタイルというものに十分理解した上での心理療法が必要になってくると思いますね、うん、そうですか、はい、まあ、こちらは女性の、まあ、心の方のですね、さあ一方の男性の方について伺いたいと思います。石川さん、これどうしたらいいでしょうかね、はい、もうこれは典型的にですね、ご夫婦でですね、まず診察に来ていただく例ですね。やっぱり一人ずつ悩んでいても拉致が開きませんし、お互いの不満が解消できないですから、うん、お二人で来ていただいて、まあ、不満をぶつけながら問題を解決していくというのが一番大事だと思います。ただお二人というんですが、今ねカルテ拝見してるとお二人の中でかなりすれ違いがあるみたいですよね。そうですね、すれ違いがあるんで、まあこう、うん、鬱状態になると両方切れやすくなりますので、やはり鴨先生と同じように、抗うつ剤を使ったりですね、うん、それから、先ほどのように足がかいたりですね、動悸が激しいっていう方は身体症状をちょっとどんどんベータブロッカー、そして落ち着かせるための自立訓練法をしてですね、両方ともクールダウンをしてカウンセリングをするっていうのがいいと思います。ずいぶん厳しいこと言ってましたもんね。そうですね、奥様に対して、掃除をするしたくないんだったらそういえばというふうに言ってましたね。奥様もちょっと傷ついてしまいますよね。そうですよ。一旦그러게어차피다내걸음될거아이고누나